先ほども砂川先生がご紹介をいたし、していただきました毎日新聞の、記事ですけれども、複数の NHK 関係者は政権に太いパイプを持つとされる板谷氏の復帰は首相官邸の意向と明かしたというふうに記事に書かれております。そして2名の、経営委員の方のうちのお一人で言いますと何年かやってくる中でちょっとこれはどうかと思うようなことがいくつもありましたと。で、私としては板谷さんに対して抵抗感があってそこは拭えませんということなどがございまして、それは例えばクローズアップ現代のキャスターの降板を主導した人物じゃないかというそういうこともあってなのかというふうにも思うんですけれども、その辺の議論はあったんでしょうか。板野氏について私は大変リーダーシップのある立派な人だと私は思っておりますけれども、いろんな意見ございました。12名の経緯の中で全体でいろんな賛成の意見、反対の意見、いろいろ戦わせた、その結果決定したということでございますが、今おっしゃったような具体的なクローズアップ現代とかですね、そういった話についての議論はございませんでした。 NHK エンタープライズ社長を専務理事に復帰させることについて官邸の意向というのはあったんでしょうか。今回の執行部役員人事は自分自身の判断で決め、放送法の規定にのっとり、経営委員会の同意をいただいた上で任命したものであります。NHK としては、放送法にのっとり、番組編集の自由を確保し、公平、公正、不偏不党、自主自律を貫くことが、視聴者から信頼されるかどうかの生命線だと考えておりまして、これからもこの認識を持って、業務の執行に当たってまいりたいと考えております。万一その官邸の意向というものが存在し、上田会長がこれを容認したということであれば言語道断ということになってまいります。絶対にあってはならないわけですし、この方だけではなく別の方からもそういうお声が聞こえてまいりますので、不偏不党と公正中立、これは確実にやっていただきたいということを強く、改めて申し述べたいというふうに思います。さてNHK の豚親父、嘘、言ってんじゃないの王。救国少年団の小学生が真相を正します。